今日の体育の授業、飛び箱とかするんだって。よっしゃー、おはよう。あれ、今のってトミーくん？あのキノコ頭は間違いなくトミーくんだよね。でもなんで朝からこんなところに？トミーくんが学校に行くわけないし、見間違いじゃない？エラちゃん、おはよう。オイラ来ちゃったよ。トミー待ってたわ。いつも馬車に乗ってる王子様のトミーしか見たことないから。自転車に乗った制服姿のトミーは新鮮ね。制服なんて初めて来たけど、変じゃないかな。それではうちのお坊ちゃまをよろしくお願いします。はい、任せてください。トミー王子、ココナッツ学園へようこそ。今日は学校一日体験ですね。初めての学校、楽しんでいってくださいね。今日はみんなと同じこの学校の生徒だから、王子様だからといって容赦はしませんよ。はい、オイラのわがままを聞いてくれて先生たちには感謝しています。本当にトミーと授業が受けれるなんて嬉しいわ。あー、ほらほら、やっぱりトミーくんだったんだ。王子様なのにこの学校来ることになったの？今日一日だけの体験なんだ。どうしてもエマちゃんやみんなと勉強したり遊んだりしたくて。学校に来たいなんて変わってるね。私だったら学校なんて行かずに毎日お城でシャイニーと遊んでたいよ。ケリー、トミーはお城で遊んでばかりいるわけじゃないのよ。王子教育を受けているのよね。それでも学校の勉強よりかは良さそうだよ。あー、今日一日楽しみだな。席を一つ増やして、トミーくんにはエマちゃんの隣に行ってもらいましょう。やったー、みんな席に着いたわね。左を見たらエマちゃん、右を見てもエマちゃん、幸せだな。はいはい、早速おのろけですか。それにしても学校ってこんな綺麗な先生たちが教えてくれるんだね。オイラはいつも勉強はバーヤだからさ。まあ綺麗だなんてトミーくんはお世辞がうまいのね。ねえビクトリア先生。私を綺麗だなんてあなた見る目があるわね。え、それじゃあまずは音楽の授業から。エミリー先生のピアノに合わせて歌うのよ。トミーくん、散歩っていう歌は知っているかしら？オイラ知ってます。バイヤに教えてもらったことがあるから。じゃあ歌ってみてね。さん、はい。歩こう歩こう。ちょい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 、なんかトミーくん音痴じゃない？え、そうかな。歩こう歩こう、私は元気だよ。あ、トミーくん、ケリーちゃんの言うことは気にしなくていいからね。なんでよ、キクくんにも歌い方教えてあげようか。いいからいいから、ケリーは面白いぐらい音痴なの。ま、そういうところも可愛いんだけどね。そうなんだ。次は体育の授業を私がします。みんな整列。はい。うわー、ビクトリア先生があの格好になった時はビシバシ授業する時だ。トミーの体操服姿も新鮮だわ。これが体操服って言うんだ。この服可愛いよね。今日はせっかくトミーくんが来てくれてるから障害物競争をしましょう。運動会でおなじみの飛び箱、平均台、玉入れよ。トミーくん、僕と競争しよう。どれも初めて見るけど楽しそうだ。競争受けて立つよ。相手は王子様。いつもいつもこれをやってる僕が勝つに決まってる。ここでちょいとミキちゃんにかっこいいところを見せて。リークくん、何ぼーっとしてるの。始めるわよ。はい、ごめんなさい。トミー頑張って。リクくんも頑張って。まあこの勝負は運動神経がいいリクくんが勝つだろうね。位置について、よーい、ボン。負けないぞ。えい。へえ、そうやって飛ぶのか。えい。これはただ渡ればいいだけだよね。え、あ、トミーくんちょっと早いな。この僕が王子に負けるわけがない。ラストあと1個。トミーくんゴール。まさかあのリ
が負けたよ。トミー、初めてなのに勝つなんてすごいわ。エマちゃん、おいら友達と走ったりこんな楽しいゲームしたことなかったよ。初めてなのにこの僕に勝てるなんてトミーくんすごいよ。オイラはいつもシャイニーと競争してるんだ。だから走るのは得意なんだ。シャイニーってあのお城の馬だよね。それと競争してるなんて、僕が負けたのは仕方ないね。ビクトリア先生、楽しい授業ありがとうございました。よく頑張ったわ。ビクトリア先生、今度はまた私が授業するわ。次は家庭科室に移動して、みんなも大好き調理実習よ。調理実習って？みんなで一緒に料理を作るのよ。普通の学校では家庭科って2年生じゃやらないんだけど、この学校では私たちはもうやってるの。なんて楽しそうな授業なんだ。では今日はみんな大好きアップルパイを作りましょう。イエーイ、アップルパイ、アップルパイ。オイラ大好き。包丁はとっても危ないから、使うときは子供だけで使っちゃいけないわよ。はーい。それじゃあまず私の見本を見てて。こうやってリンゴの皮を剥いて。先生、できました。早い。しかもかわいいウサギさんリンゴができるなんて。小さい頃からバーヤが教えてくれてたんだ。男の子も料理ができるようにならないといけませんよってね。すごい。さすが王子様ね。そういうところも素敵だわ。まさか大人の私よりも早く皮むきができるなんて。でもね、トミーくん、先生は今見本を見ててって言ったわよね。いくら自分ができるからって勝手にやるのはこの学校では許しませんよ。そうだった。学校はみんなと一緒にやる場所だもんね。先生、ごめんなさい。今度からは気をつけましょうね。みんな、パイがいい感じに焼けたわ。おいしそう。もう次給食の時間だし、先生早く準備しようよ。じゃあみんな、給食にするから机をくっつけるわよ。なんでご飯だからって机をくっつけるの？それはね、みんなでワイワイ仲良く食べた方が美味しいからよ。へえ、学校ってそういうのもいいね。みんな一緒にいただきます。オイラはいつもバーヤと食べてるから、みんなと食べるとお城のどんなごちそうより美味しく感じるよ。私たちもトミーくんがいるといつもより楽しいね。みんなで作ったアップルパイもデザートであるわよ。ああ、美味しかった。では最後に教室の掃除をしてから終わりますよ。王子様だからってやらないわけにはいかないわよ。もちろんです。オイラお城のお掃除もよくするんですよ。全部バーヤが教えてくれたから。コシ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 。あれ？これは誰が描いた絵なんだろう。はいはい、それは私。なかなか上手でしょ。ねえしおり、見てよ、あのキノコ頭。見たことないけど、どこの誰？ちょっと先輩、失礼なこと言わないで。トミーは王子様なんだから。今日は一日体験できてるんです。王子様？こんなキノコの頭しておいて。あなたが双子のサオリさんとシオリさんですね。エマちゃんから話は聞いてます。とっても強い双子の先輩がいるって。そう、私たちは誰よりも強いのよ。かっこいいですね。これからもオイラの代わりに学校ではエマちゃんを守ってあげてくださいね。かっこいいなんて言われたら、そりゃ守らないといけない感じがするじゃないね、サオリ。そうね、しおり。先輩たちって案外めちゃくちゃ単純なのね。今日はとっても楽しかった。先生たちもありがとうございました。坊ちゃま、坊ちゃま。バイヤさんも馬車移動？トミーくんのお城には一体何個の馬車があるんだよ。坊ちゃま、お迎えに参りましたよ。学校体験はいかがでしたか？バーヤと違って綺麗な先生がいろいろ教えてくれたよ。まあ失礼な坊ちゃまだこと。さあお城へ帰りますよ。みんなありがとう。バイバーイ。トミーが学校体験
験できてよかったねって思ってくれたら評価をぜひ。このお話はリクエストのお話よ。トミーが私たちの学校にお試しで来るというお話をしてみたわ。他にもたくさんのリクエストありがとう。チャンネル登録もお願いします。ここでみんなに質問だよ。みんなは何の授業が一番好き？コメント欄で教えてね。